ブレイキングダウン6、ウリタ・ジュン氏がヤバすぎる。ウリタ・ジュン氏、暴走族ブラックエンペラー総長の息子で、自身も17歳で暴力団員になりました。服役中に小説が当たり、暴力団を脱退。黒石、萩原、慶之助らが所属するアウトサイダーで格闘家デビューしました。バン中村、ウリタが暴力団員時代、山梨学院大学のバン中村と交流があり、ウリタはバン中村にボコボコにされていました。ブレイキングダウン6、ウリタさんは負けちゃってよーと煽ってきたラッパーのボンズと戦います。バン中村をバンちゃんと呼び、試合を延期にし会場を沸かせました。ブレイキングダウン6、エビスジャップタクがヤバすぎる。エビスジャップ、2019年に日比谷高校卒業、早稲田中退のリーダー藤が慶応卒でリクルートで働いていた森山ケスを集め結成した YouTuber、Tinder のお持ち帰り企画で大人気になりました。タク、エビスジャップのボディーガードとして出演していたマッチョ、慶応出身で大和証券プルデンシャル生命で働いていたエリート、4月にメンバーへ加入しました。ブレイキングダウン6、11月3日に行われるブレイキングダウン6のオーディションでバナナダンスを踊り、ごまきの弟後藤祐樹との対戦が決定。負けた方が裸ダンスです。ブレイキングダウン6、飯田正成がヤバすぎる。飯田正成さんは岐阜県出身のウェルター級元ボクサー、日本ランカーまで上り詰めました。若い頃は暴走族の総長をし、最強を目指して格闘技を始めました。ブレイキングダウン5では日健くんを秒殺 KO します。11月3日に行われるブレイキングダウン6では元アウトサイダー選手の慶之助選手と戦います。マイナス 5kg の減量が厳しいです。ブレイキングダウン6、朝倉未来の弟子がヤバすぎる。11月3日に行われるブレイキングダウン6のオーディションでマサル・イムニダさんが参加します。更新しながら入場し、キャバ嬢と毎日アフターするためオーディションに応募したと話します。合図の喧嘩や久保田悟さんにキスをし対戦が決定。マサルさんはウリタ・ジュン氏とボンズの喧嘩の仲裁に入るなど度胸が座っており、実は無敗のボクサーで朝倉未来とのコラボ経験もあります。現在はキャバクラを経営しアフターさせる側でした。ブレイキングダウン6、久保田悟がヤバすぎる。11月2日、ブレイキングダウン6の記者会見で、久保田悟選手が、アニハセヨ、マサオ・イムニダさんをパイプ椅子で殴り、左まぶたを切り、出血させる暴行を行い、無期限の出場禁止になります。マサオさんは練習での左拳骨折、久保田悟選手からの暴行で、ブレイキングダウン6は中止。ブレイキングダウン7で、久保田悟さんにリベンジさせてほしいと偶声でした。ブレイキングダウン6、ウリタ・ジュン氏をボコボコにしたラッパーがヤバすぎる。ブレイキングダウン6のオーディションでラッパーのサトルさんが登場します。サトルさんは喧嘩バトルロワイヤルではウリタ・ジュン氏をボコボコにした中村バンを倒し優勝する実力者。格闘技経験はなく喧嘩だけでのし上がりました。11月3日のブレイキングダウン6では合気道からボクシングまで全ての格闘技をマスターしたポーランドの刺客と戦います。ブレイキングダウン6、バン中村 VS ユーゴがヤバすぎる。バン中村はブレイキングダウン6のオーディションの最後、ちょっといいですかと発言し、会場内で一番花があるブレイキングダウン6のプロデューサーユーゴ氏を対戦相手に指名します。ユーゴ氏は元 MMA の選手、バン中村との対戦の条件として一本お互い倒れるまで戦う無制限バトルと1本1000万円を払うことをかけて戦います。ブレイキングダウン6、ヘズマ嫁がヤバすぎる。オレンジを食べながらヘズマの嫁シーちゃんがブレイキングダウン6のオーディションに登場します。ひろゆきはもっとまともなイメージがあったけどと驚きました。対戦相手はケツゲこと坂口安里、キャラが被ることが理由でした。他にもヘズマの元カノもオーディションに参加し、ヘズマはモテモテでした。ブレイキングダウン樋口武宏がヤバすぎる。ブレイキングダウン6、11月3日に開催されるブレイキングダウン6のオーディションに元アウトサイダー王者樋口武宏さんが参戦し、購買日記と戦います。購買日記、樋口選手はひな壇のブレイキングダウン勢に雑魚ばかりと罵倒し、コメオはビビります。購買日記は仲間を守るために樋口選手に挑みタックルをされますが、持ち前の腰の強さで防ぎます。樋口選手はやりすぎたと自身の YouTube で反省しました。